町中華。これ後ろ分かる方分かりますよね。クロステン道の駅十日町でございます。まああまりにもちょっとピックアップ早かったんで二択だったんですよ。まあ最近ね流行りの朝ラーメン食べられるとこか遠方か、答えは遠方の方でした。十日町でした。十日町のどこなんですか今日は。見えますか。山中ですよねこれね。一応これなんか衛星写真もう一枚あるんですけど、いやアップになっただけ。地元の方が知ってんのかどうかね、ちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、いかんせん人が、いやまあ一人いるけど、ちょっともうだいぶ距離あるよ。行きます。聞くだけね。おはようございます。つかぬことをお伺いしますけど、はい、地元十日町の方でいいですかね。そうですね、ここの職員。あ、クロステンの、はい、出勤今ちょうど出勤するところです。これは知ってそうよ。あの、はい、ちなみにここ見てなんとなく分かります場所、あれですか、八ヶ峠です、ね、あ、そうです、八ヶ峠です、はい、これが八ヶ峠なんですけど、はい、お店があるらしいんですよ。あ、知ってるかどうかです。まずあったような気がします。入ったことは、はい、いや昔にあるかなっていう覚えがあります。でちなみになんかメニューで覚えてるメニューとかって、トマト使ったなんか旨辛みたいな、そういうメニューも人気だなんていう。皆さんこのラーメン屋を知ってんのかどうかちょっと調査したいんですけど、この町中華シリーズも昔はねちょっと大きめの車で移動したんですけどついにほらもう格下げでしょうね。軽自動車でもう大人4人パンパンですよ。ちょちょ、止まりましょう。ちょ、行く。お母さん、今この八ヶ峠のここ、はい、ラーメン屋さんがあるって聞いてきたんですけど、あ、はいはい、わかります、はい、あ、結構人気の、うん、ほら、いや結構人気の、え、行ったことはもちろんじゃ あ、 ありますよ。なんかおすすめのメニューとかもしあればお母さん的な、いやよくお父さんが言うんだけど、あ、はいはいはい、あの餃子も美味しいし、餃子、はい、はあ、あとはあとはラーメンも私はそれぐらいしか頼まない。いろんな種類があるんで、あ、ラーメンもやっぱいろんな種類があるんですね、はいはい、なんでこんなとこポツンとあるんですかね。ポツンとラーメン屋さんだってポツンとじゃないですか。だってポツンとあるからいいんじゃないですか。ポツンとあるからいいんだちなみに今草取り中でした。いや、ゴミ出しする。あ、ゴミ出しするとか草もついでね。草も取りつつ、ゴミもせつつ。悪い草を。悪い草をね。これ全部悪い草です、これ。この中入れていただきたいですね。すいません、突然。ゴミ捨て中に。ありがとうございます。これじゃね？違う？ほら。ほら、あったじゃん。来た、ほんと、なんでこんなとこに。もうこのサイズの人間の軽自動車移動なかなか無理あるでしょうよ。行きましょう。これ邪魔します。中静香さんがたどり着いたのは十日町市の八ヶ峠沿いうまいち食堂です。あ、お邪魔します。はい、どうも。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。こちらがうまいち食堂の店主、海野和夫さん。今日、スタッフにこの衛星写真。はい。ポツンと言ってやる。あ、そう。渡されて、ちょっとアップなものも渡されて、ここにお店ありますよって言われて、はははまあ、かなり半信半疑だったんですけど、ありましたね。そうだよね。よかったっす。入れ山の中でさ。いや。すいませんね。もうずっとオープンしてから場所ここなんですか。そうそう。金がなくて山の中に入って。いや。本当は町場に出そうと思って何軒も見に行ったんさ。はいはいはい。物件を。うん、だけど、高くてさ。その家賃の分、売り上げを追ってもいいなと思ってさ。あ、
え、じゃあ地元がこの辺とかということでもなくて。あ、そうそう、もうあのうちがすぐその目の前だったんです。あ、じゃあ、うん、地元じゃないですか。そうそう。いや、でもちょっと早速、うん、ちょっと メニュー見させてもらっていいですか。はいはいはい、どうぞ。これですね。はいはい。あのね、町の方に聞いたら餃子がおすすめって言ってたんですよ。あ、餃子ね。はい。ああ、自分で皮から。あ、皮もやってるんですか。そうそうそう。すごい。じゃあ餃子と、はい、あとビールいただいていいですか。あ、いいですよ。お待たせしました。すごく待ってました。来ました。わー、すごい餃子。あ、瓶ビールもありがとうございます。これ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 、いただきます。最高。アルバイトの方なんですか。孫で。お孫さん。はい、お手伝いしてます。あ、お孫さんなのね。はい。おじいちゃんのお店手伝って。あ、そうです。じいちゃん高校じゃないですか。なってるか分かんないです。いや、なってるでしょ、お手伝いしてるのが。それが無賃で働いてれば一番の高校だろうけど、さすがにそこはね、しっかりもらってます。アルバイトね。それしっかりもらわないとね。そりゃそうよ。そっか、俺なんかやけになんかアルビレックスのポスター店内至るとこあんなと思ったんですけど、これ着てるってことはもう、はい、応援してます。アルビレックスファン。はい。で、おじいちゃんのお店あるからポスターも貼ってしまえと。あ、そうです。そういうことだよね。いや、絶対そうなんだろうなと思って。じゃあ、いただきます。結構ずっしりするんだよね、1個あたりがね。いただきます。うん、中身もぎっしり詰まって。ニンニクも効いててうまい。これだって手包みだから一個一個微妙にもしかすると量がもう変わってくるのかもしれないですけど、結構目いっぱい包んでくれましたね、おじいちゃん。ね。ほら、心配になっておじいちゃん出てきたね。くどかれんじゃないかと。くだ。そっちね。だったらもう一皿ニンニクの芽もおすすめなんです。あ、ほら、ニンニクの芽炒めを。はい、お願いします。はい、サイズはおじいちゃんのさじ加減に任せます。はい、わかりました。なかなか。あ、来た。うわー、たっぷり。お肉もたっぷり。これで730円。てんこ盛り。てんこ盛りに入ってます。これだけ。いただきましょうかね。うん、間違いなくこれと合うね。はい、白いご飯これつけても、はい、定食のようにしてね、はい、いけそうだよね。ちょっと値段設定おかしない？いや、さっきからなんかちょいちょい思ってる、なんか値段設定おかしないっていうのは。だってこれおラーメンのメニューもめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、大盛り2玉で、まあ、プラス80円なんですよ。でも特盛り3玉、まあ、2玉で80円ですよ。3玉で100円なんですよ。もうバグってますよ。メニュー作り変えるのがめんどくさいからもう変えなくていいやみたいな考えみたいです。ジジイババの店ですので何かとご不便おかけしますがご勘弁くださいっていう、これ一文でね、これで全て逃げ切れるってことだね。これで逃げ切る、これで逃げ切れる。実は最後これ、まあ今もうちょっとお酒いただいて締めの麺頼もうと思うんですけど、はい、こんだけあるじゃないですか、はい、でさっきこう見たらあのラーメンにはうるさい月刊小町の締めにも出てるじゃないですか、まあ、それこそこれですよ。これ小町ラーメン大特集、人気メニュートップ3っていうランキングが出たことがあって、1位うまいちラーメン、2位これコシヒカリラーメン、3位ふのりラーメン。これ関係ないんです、これ
どうなってるんですか。多分ランキングはおじいちゃん出してると思うのよ。おじいちゃんの思い出なんだろうね。うまいちラーメン、まあ、店の名前がついてるぐらいだから。もう看板メニューなわけでしょ、はい、あら来た。お待たせしました。これが、はい、トマト味噌ラーメン。いや、ありがとうございます。でもそこまで、ま、真っ赤ではないですね。そうですね。ね、はい、オレンジっぽい。オレンジっぽい。ってことはアルビ。アルビでレックスカラー。そうです。すいません、リアリー。でも見た感じそんな、ね、トマト感はね、はい、分からないですけどね。ああ、さっぱり、程よい酸味もトマトの。こういうことね、トマト味噌ラーメン、さっぱりいただける。では麺もいただきます。うん、まあスルスルといける感じですね。あ、野菜にもちょっと入ってるね、これ、はい、浦和レッズ。そうですね、レッズだね、はい、赤いもんね、はい、ありがとうございました。いや、どうもどうも、おそ松さんでございました。ベロ酔いですって。いや、まだ酔ってね。まだ酔ってない、まあ、全然ない、普通で普通。お孫様ありがとうございました。ありがとうございました。そしてなぜかこのタイミングでお母さん登場。お母さん何だよ。いや、かたくなり出ない出ない言ってたのに。さあ、じゃあこのカメラでございます。いい。さあ、それでは皆様、また来週。せーの、ハバナイスチャリープ。バイバーイ。バイバーイ。できてんのかな。できてた。できてた。できてた。